焼いておいた牡蠣ですね。牡蠣汁にしたいと思います。私が知ってるサワラはこんなんでかさじゃないですね。大根おしのせ、これかなり美味しいですよ、これ。うん、おし牡蠣揉んで揉んでね、柔らかくしておいたんで。タブの方ね、牡蠣チューブ2本買っちゃいました。めちゃくちゃうまそう。で こちらが能登で最高品種のもち米を使用しているらしいですね、これ。ございます。いい朝になりましたね。朝日がめちゃくちゃ気持ちがいい朝ですよ。最高やわ。もうね、幕の中のものはもうある程度片付けました。今日はなんて言ったって10時台ですからね。帰撤収がめちゃくちゃ早いので急いでます。さあ、もうお腹もちょっと昨日の胸焼けしてるかな、ちょっと胃がね。でも朝ごはんの方作っていきたいと思いますね。ああ、よっしゃ、用意していこう。さあ、まずはね、お味噌汁の方作っていきたいと思います。即席のお味噌汁の中に昨日ね、焼いておいた牡蠣ですね。牡蠣汁にしたいと思います。お味噌と牡蠣汁合いますからね。10個ぐらい置いときました。ここに味噌汁の味噌を入れてって、これだけでうまそう。これが一番優しいわ、なんか体に受け付けそう。あ、お味噌が美味しい。で、油揚げ、よし、これを熱々、熱こいつを2杯ほど入れてね。よっしゃ、これでストーブに乗っけときたいと思います。よっしゃ、あとはこのサワラを切っていくだけです。サワラってこんなでかいのあるんですよ、見てください。初めてサワラ、本当にサワラ、これサワラのでかさじゃねえ。私が知ってるサワラはこんなでかさじゃないですね。すごいわ。これは皮がね、あるついてるんですよ。あ、剥げるかな、これ引っ張ったら。剥げそう。よっしゃ、皮をつかめました。やっとつかめさえすれば。よっしゃ、取れた、取れました。あと薄めに切っていきますね。1枚1枚がでかくなっちゃうから、それじゃないと。こんなんでっか、マグロみたい。
これ1枚これ食べれるかな、このでかさ。ちょっとやばい、薄く切ろう。これちょっとちょっと見栄えあれやけど、うまそう。さあ味噌汁の方取ってきますね。忙しい。よしよしよし。蓋落ちちゃった。よし。もうお味噌汁ね。ついで完成です。めちゃくちゃいい香りしてますよこれ。やばい。アサリ汁みたいなね香りしてます。絶対うまいわ、いい出汁出てるわ。よっしゃ、オッケーです。さあ、揃いましたね。食べていきたいと思います。ああもう晴れて最高。もう無駄なこと何もしなくていい。最高ですね。それではいただきます。いただきます。よっしゃ、あまず醤油かけなきゃ。私もうね今日は醤油ぶっかけてきます。ぶっかけてこう。よっしゃよいしょ。さあ食べてきますよ。これ見て、これもうブリの照り焼きのでかさや。これやっぱこれ一口はやめとこう。よし、食べてっちゃいますよ。わさび乗せてパックンコです。うん、うん、うまい。ただ米の入る余地が、うん、うん、もうこのサワラのもっちり食感がまたこれ美味しいですね。大葉でちょっと巻いて食べてみよう。大葉巻きいっちゃいます。一枚がすげえ。うん、うん、うまい。ああめちゃくちゃ美味しいですね。よし次はねこれこちら柿汁いっちゃいます。見てこの柿、ほらこれね、お味噌汁で沸騰させて煮込んであるのにこのでかさですよ。すごいですよね。このでかさをキープできるのがすごい。大体ね柿って身が縮んでもっとちっちゃくなっちゃうんですよ。よっぽどでかいってこと。あもううまい。あしみうまですね。あさり汁みたいな香り。あうまっ。よっしゃ次はね大根おろしをね2個買ってたんで、なめこの大根おろし、これをさわらにのせて食べてみよう。そうですよ。よいしょ。あ、うん。別物。全然別物になった。これもこれで美味しいですよ。このなめこの大根おろしのせ、これかなり美味しいですよ。これ。さっぱり感で美味しいですね。ちょっと待ってよこれやばいな。受けにいかな、持ち上げられへん。大根おろしとサワラがこんなに合うって。うんうん、もうこれね味噌汁がめちゃくちゃ甘すぎる。これ一番うまいかも。これインスタントの味噌なの、味噌汁なんですけど、牡蠣を入れただけでね、もう料亭の味やわ。
店でね出されてもインスタントって分かりませんね。さあもうねワンちゃんご飯になります。ワンちゃんたちではね昨日焼いた鳥ちゃんたちですね。どうぞ。何でもしたらよ、もうとりあえずしとけみたいな感じですね。よし、あずき。よいしょ。能登の旅良かったですね。今からもね、ちょっとスーパー寄って帰ります。スーパーでね、もういろんなカニとかも売ってたんで、カニもね、セコガニみたいなのを安く売ってたんでね、あれ買って帰ろうかな。めちゃくちゃ美味しそうだった。めちゃくちゃ楽しみです。またスーパー行くのが。はあ、もうね、チェックアウトの時間が迫ってきてます。もうだいぶ片付いたんで、あとちょっとこのね、自分で作った牡蠣をね食べてて。行きたいと思います。干し柿ですね。干し柿もんでもんでね、柔らかくしておいたんで食べていきますね。こう揉むといいらしいです。じゃあいただきます。うん、おいしゅうございます。これよりね一回り二回り大きい柿も買ってね、干し柿にしてるんですよ。そっちの方はねまだ新しいんでまだ干してますけどね、これでも十分美味しいわ。うまし。でも大きい方食べるの楽しみですね。大きい方が柔らかくできますからね。優しい甘みで美味しいです。嬉しい。あら、チーズはゆりちゃん、干し柿欲しいんかな。ちょっと食べてみるか。あら、お気に召さないかな。中をちょっとこれ食べて。よし。あら、食べます、ね。見てください、チューブの方ね、牡蠣チューブ2本買っちゃいました。そしてカニですね。セコガニみたいなのを、生のセコガニが売ってたんでね、これまたこれこいつも買っちゃいましたね。これ美味しそうやわ。手間やろな。スーパーへ来てこんなの買っちゃいましたね。めちゃくちゃうまそう。見てこれ、油が乗ってて美味しそうですね。
めちゃくちゃお得感ありますよ。それとこんなのも買っちゃいました。めちゃくちゃ美味しそうですよ。この餅がね、なんかめちゃくちゃこちらでは美味しいもち米で作られてるらしいです。まずはこちら、中トロかな、これもうトロに近いですよ。いただきます。うまい、とろける、とろける。うまい。こちらが能登で最高品種のもち米を使用しているらしいですね、これ。もう、ドゥルンドゥルン。さっきね、レンジでちょっとチンしちゃいました。食べて、もういっぱいつけたいよ、これ。いっぱい絡ませたいの。ここ行こう、ここ。すげえ。食べちゃいますね。うん。うん。うん。うまい。うますぎる。美味しくいただきました。